俺だよ俺、ハンバーグだよ、ハンバーグ。店に来ましたよ。ホリプロに来てます、はい、ハンターカブがね、ちょっとある程度仕上がったんで、まだこれカスタム途中ですけども、現段階はね、やっぱマブダチの中奥に見せないとなと思って。結構いじりましたもんね。そうなんですよ、マフラー変えて、車高ダウンして、でシートも変えたんで少し下がってます。とにかくね、吉村のマフラーの音がいいんですよ。それも聞かせたいなと思ってね。それとね、こっちもあるんですよ、言いたいことが。中尾くんの動画見てたら、なんか群馬の方にね、カブをすごくカスタムできるガレージがあるんですよ。そこに行ってやるっぽいこと言ってたんですよ。その動画の中で、あいつうるせえからちょっと黙らせてやりてんだよなみたいなこと言ってたの。マブだからこそ出るそのディスリ、マブディスリっていうんですか。あプラス思考。それでそこにちょっとバイク今隠してあるんで、そろそろね、こっから中尾くんが出てくると情報キャッチして、後ろからガッチッとね。どんだけ中尾情報チェックしてるんですか。もうすぐですよ、逐一マネージャー通して、後ろからハンバーグホールドかましてやろうと思ってますから。こっちから出てね、こっちの建物も打ち合わせルームなんで行くと思うんですよね。いたたたたた。もう膝も痛いんですよね。あと花粉でぼーっとしちゃってるね。ハンバーグ。なんだよもう。なんだよ、超怖。よマブ。怖。何してんの。何してんの。事務所っす。うるさい。待たしたね。待ってない。調子上がってきたからさ、とりあえず来てよ。とりあえず来てよ。ほらほら、もう仕上がってるでしょ。何が仕上がってんすか。カブだよカブ。ハンターカブだよ。変わってないんですよ。変わってるじゃない。なんすか。何が変わったんすか。わからない。わかった。ほら。すごい。まあ、やっぱ見れましたね。やっぱわかるか、やっぱりわかるか。吉村ですよ。つけましたよ。めっちゃかっこいいじゃないですか。ちょっとこれはかっこいいよ。カブ用ですか。カブ用とかじゃないですか。なんかそのこれカブ用、ハンターカブ用、ハンターカブ用で吉村が出した。そう、嬉しいね。もう。あとね、もうちょっと気にならないこれ、ハンターカブ。マフラー。さすが迷惑者だよね。リアクション薄い芝居してるわ今。こっちを怒らせようとして。自由自在だからね、やっぱり。さすがですね。さすがだよね。うん、朝顔なんで。こっちを怒らせようと芝居してんの。すごい。いいですよ。音聞きましょうね、やっぱり。音聞きたい。音聞きたいじゃないですか、だって。聞こうと。聞きたいです。いい。これがカブの音だとは思えないでしょ。思わないですね。むちゃくちゃ重いのよ。めちゃめちゃいいっすね、ちょっといいっすか。いいよ、いいよ。これいい、マジで良くない。音いいっすね。むちゃくちゃいいだよこれ。あ、いいわ、気持ちいい。そうなのよ、これ乗ってるとね、もう本当なんていうの、トルクも感じるし、はい、音がいいから、はい、心地いいのよ。いいな。やっぱ気づいてくれるな、嬉しいですよ。あ、これはでもいいっすね、吉村いいっすね。そうなんですね。それで、まだあんのよ、実は。変わった場所が。もうわかんない。もうわかんない。わかるでしょ、どこ。マジで怒ってない、困るね。ですか。ご名答です。すいません。シート。なんすか、これどこで作ったんですか。これ作ってないのよ。
あるんですか。そう、あるの、パーツとして。で、足つきがちょっと悪かったからさ、これで足つき悪いんだ。え、あるよ、めちゃこんなんだ。なんで足つき悪かったな。こんなんだったの。うっそ、ほんと。そうでしたっけ。そうで、またっていいよ。あ、でも確かに結構意外と高いの。あとワイドなんでしょうね、うん、あのシートが。そうだから、どうしても足で、割とハンターカブだからオフロード走る時もあるだろうっていう想定で作ったから、高いの、車高が。あー、そっか。うん、これでだいぶ良くなった。これ実はシートだけじゃないのよ、後ろのね、ここ、この刺すよ、はい、これ変えてんの。でも短くしたんだ。そうで、4センチダウン。4センチ、うん、後ろがだいぶですね。だいぶで、ここでシートでさらに2センチダウンして。ちょっと師匠の割にはやってますね。やっ、なんだ師匠の割には。師匠の割にはやってるじゃないですか。割いらないよ、さすが師匠やってますねって言うんで。じゃあちょっと下げすぎっすかね。いや、それで俺やっと足がつくんだ。で、前も2センチ下げてる。あ、そうなんですね。だからここに1個2センチ出てんだけど、要するに。でも結構そうだよ。まあだからさ、そのだから分かってくれる人にはみたいなやつよ。はいはいはい。うん、言われてみると確かに。だから中尾君はさ、マブだから分かってるし。まあほぼ全部説明されましたけどね。だ、気づくよね、マブだから。気づきますよ、それは。さすがやっぱりさ、気づきますよね。あの朝顔出てるからさ、こっちを咲かせようとしてくれるよね。それうまいんすか、それ。朝顔見てくれてるんですよ。ちょっとまだあるんですか。まだあるよ。え、まだあるよ。まだあるよ。あと4、あと3箇所あるんだから。ここ、ここ、これはまあ気づきづらいかな。これチェーンガードって、チェーンガードがね、これ黒からシルバーに変わってんのよ、はい、あ、そうでしたっけ。これは気づきづらい、メッキパーツっぽいもの、竹川の。そう、で、ここも変わってんのよ、はい、サイドスタンド、はいはい、これも黒だったんだけど、これもシルバーに変えてる。じゃあシルバー増えてきてる。そう、これダウンすることによって前のやつだと長すぎてダメだった、はいはい、あとこれね、あとこう、ミラーも変えてる。そうでしたっけ。あ、気持ちいい。いや、でも僕ちょっと思ったより師匠気持ちいい、超気持ちいい。でも意外と変わっててびっくりした。そうよ、結構変わってきてるの。どこでやったんですか、本田さんですか。違う、これはね、ジータっていう、ご紹介ください。お、さすが、かかった。え、なんであの辺ありますもん、だってすげえ、さすがだ。さすがですね。嬉しいね。さすがマブ。まぶいね。まぶい。すごい。うちのマブまぶいね。いや、これはでもすごいいいですね。それで、はい、あのまた元チャンプさんにちょっとご協力していただいて、はい、いろいろこのパーツを提供していただいちゃったのよ。え？え、元チャンプさんからパーツ提供だった。はい。え、吉村ですか。そうです。マジっすか。元チャンプさんを通してメーカーからの、部品メーカーからの提供していただいたんです。いや、マジそんな効果ないじゃないですか、だって師匠に提供して。いや、ふざけんな。いや、マジ2つ返事で、2つ返事で OK だったよ。俺が吉村さんに言いたい。さほど効果ない。あるだろ。提供はやめた方がいいです。でもすごいですね。そう、いいなぁ。それでその、あのカスタムしてるところも撮影したから、それまた元チャンプに乗るのよ。はい、じゃあまた持ってくるから。いらねえんだよ、サイン入りだよ。いや、サインとか入っちゃってると重いんすよ、なんか。リーシャにもサイン書いたよ、こっちは。人の強めは相変わらず。何で。あとさ、はい、そういう俺言いたいことがあるんだけど。なんすか。マブ、マブに言いたいこと、はい、マブに言いたいことがあるんだけど、はい、あなたもなんか歌舞伎やろうとしてるよね。ねえ、マブ。バレました。ねえ、マブ。バレました。バレましたか、ね、動画見たよ、俺は。なんかね、うん、そう、師匠のカブよりかっこいいの作りたいな。こんな、そんなこと言ってんの。黙らしてやりたいみたいな。言ってたよね。あんだけなんか作る。
ね、うん、購入までついてって、あ、それでもう触発されちゃったんだ。そう、それで、うん、これちょっとやるしかないなと思って。わかるわかる、いいよいいよ、まあ、いいよ、いいよ、マムがやりたいならやりな。カブの権利あんの？まあカブいいよ、またなんか楽しくやりなよ。すげえ上からいきますね。上から、え、師匠今日空いてます？もう帰る帰る、これもう終わりっすか？終わり、もう全然取れた。だ、店に来たかっただけだから。え、じゃあ俺の見に、じゃあ俺の見に行きましょう。買ってないじゃん。いや、もう買ったっす。買ったの？はい、納車っす。嘘、え、納車すんの？もう今日、はい、今日、今日納車。マブ早いね。僕ももう終わるんで。あ、そうなんだ。行きましょうよ、そしたら。いや、場所によるよ。俺知ってるよ、あそこ。すげえ遠いよね、はい、あそこまで行くのは行かないよ。行きましょう。俺なんか車借りてくるんで、レンタカーして行きましょうよ。いや、ひどい話になってきたよ。俺行かないよね、こんな。行きましょうよ。やだよ。群馬。どこ？群馬？群馬。群馬は行かないよ。行きましょうよ。今日あれちょうどいいな。師匠スケジュールどうなんですか？いや、もうあと6本あるよ、仕事は。そんな日ないでしょ、師匠。1日6本も取るなんて絶対ないでしょ。今まで1回もないでしょ。6本1回はあったわ。1回はあったわ。1回ぐらいはあったの。たまにはいいじゃないですか、こういう。リアルに行けるんですか？行けます。いや、まあ行けるっちゃ行ける。じゃあ行きましょう。俺運転するんで。マブが運転してくれるの？運転していきましょう、ドライブがてら。話もあるし、いろいろ。じゃあいいよ。じゃあいいよ、じゃない。本当に行ってくれます？じゃあマジで連絡して、じゃあ行くって言うんで、うん、カメラ行って大丈夫ですか？まあ、全然。あ、これ撮れる？全然大丈夫です。で、いろんなその、うん、カブあるんで、面白いんじゃないですか、それも。でもカブは確かに大ちゃんだろ。確かにしてるかも。じゃあさ、俺これ置きに行くから家まで迎えに来てよ。で、行きましょう。じゃあこれ置きに行って、うん、分かった、じゃあ待ってるわ。家に迎え行きます。うん、それでいいよ。あ、行きましょう。じゃあいいよ、行ってきて。え、打ち合わせするのしようか。逃げますよね。本当に行きますかね、家に迎えに。待ってて、もういいよ、分かったから。分かった、ちょっと僕行って。分かった。すごい、家がするって。分かった、オッケー、マブ。逃げないよ。逃げないよ。分かった。ヒッシュ89と、コンビニ、この辺。コンビニ前にある。あそこにファミマがある。群馬ね。佐野ラーメンで群馬だっけ？佐野は違うんじゃないですか、栃木県。栃木県か。群馬なんかでも並んでんだろうな、なんか有名なラーメン屋があるって聞いた。へえ。朝カレー、朝ラーでみんな。ああ。ラーメン特集で見たわ。ラーメン好きだったし。ラーメン好き。どこ一番好きですか、東京で。あんまり行かないか。はい、あんま食わない。午前中ってほんと調子出ないね。いやいや、午後もこんな感じですよ。いやいやいやい。ありがとうございます、いただきます。あと適当に飲んでね。あかっ、唇噛んだ。最悪。うちも浮かんのか。うちも浮かんのか。でも美味しかったか。本当。あ、国分くんが見てるって言ってたわ、それじゃ。師匠のチャンネル見てるんですか。うん、長尾くんの方。僕だって相葉さんにも言われましたもん、あら。俺のも見てると思うよ。見てる。むちゃくちゃかっこいいじゃん、これ。足つきいいな。
バーグ師匠 YouTube チャンネル最後までご覧いただきありがとう、いやありがちゅう、チャンネル登録よろにくね。ハンバーグ。